数学のことに大数学において有限アーベル群は、果敢かつ有限なる群を言う。故にこれは、有限型のアーベル群の特別の場合である。にもかかわらず、有限アーベル群の概念には独自の長い歴史と特有の様々な応用を有する。レオポルト・クロネッカー、ニールス・アーベル、エバリスト・ガロは、クロネッカーの定理は有限アーベル群の構造をように記述する。 すなわち、有限アーベル群は、巡回群の直席である。群の件において、有限アーベル群の全体は、自己増追部分権をなす。1824年に、ノルウェーの数学者、ニールス・アーベルは、慈悲でわずか6ページの5次の一般方程式の解放に関する研究を表した。これは、ある時間の集合の可換性が重要なることを明らかにするものであった。 今日火関軍にアーベルの名を冠するのは、この発見に依拠するのである。エバリスト・ガロアも同じ問題に取り組み、1831年に初めて形式軍の語を用いた。この論文は後に、ジョゼフ・リュービルによって出版されている。19世紀後半、有限軍の研究が本質的に現れて初めて、ガロア理論が構築されていくことになる。 形式軍の概念の形成には多くの年月が必要とされたにもかかわらず、クロネッカーはその効率化における一人の役者である。1870年には今日用いられるのと同値な有限アーベル軍の定義が与えられている。一般の定義はハインリッヒ・ベェイバーによる。1853年にレオポルト・クロネッカーは有利数体の有限拡大で果敢なガロア軍を持つ、ものは 塩分拡大の部分体であることを述べた。今日、クロネッカー・ベイバーの定理と呼ばれる、この定理のクロネッカーによる証明は誤っており、リヒャルト・デデキンとハイン・リッヒ・ベイバーを経て、最終的にダフィット・ヒルベルトが厳密な証明を与えた。この流れにおいてクロネッカーは、1870年の論文において有限アーベル群の構造定理を証明した一人に数えられる。以下、 G はユーゲガーベル群とする。整数1からなる数列が1位に存在して、群同形 G かつ i プラス 1i を満たす。この列を G の普遍形と言い,い、その角、元を単位子という。任意の素数 P に対し、G の白 P 部分群を GP と書く。クロネッカーの定理を GP に適用すれば、直ちに G のより細かい分解が得られる。フロベニウスとスティッケルバーガーはことを示した。 以下のことがわかる、ユーゲガーベル群は特筆すべき、軍指標を持ち、その指標群は、自身に同型である。ゆえに、そのような群上の調和解析は単純で、確立されていて、フーリーへ変換や畳み込みを定義することができる。よく知られた結果として、パーシバルの等式、プランシュレルの定理やポワソンは公式などが挙げられる。ピーター・グスターベ・ラジアン・ディリクレ。 大数的整数論で広く用いられる構造として、整数の合同類関 Z、PZ と特にその単数群がある。このアプローチは合同算術の基礎になっている。P が付かずならば、この単数群は、異数 P-1 の巡回群であり、素数以外の場合でも有限アーベルであることは、変わりない。この構造は、フェルマーの小定理のようなディオファントス方程式を、 特のに利用できる。フェルマーの二平方定理のデデキントによる証明でも用いられた。有限アーベル群上の調和解析も、また数論に多くの応用を持つ。それらはガウスやルジャンドルらのような数学者が示した結果の現代的定式化に相当する。ルジャンドル記号は今日では、巡回群のマイナス1、1に値を取る指標と考えられる。 ガウスはやガウス周期もそれらを計算可能にする有限アーベル群の指標を用いて表すことができる。そのような方法は平方常用の相互法則の証明の基本である。ディリクレはガウストル・ジャンドルの予想、規約合同類群抜の各類は無限個の素数を含むに着目した。オイラーはオイラー席に対応させる一つの良い方法を考案したが、素数は すべて一つの類に属するものと考えられた。ディリクレは調和解析を用いて、今日三述九数定理と呼ばれる、この定理を証明し、ディリクレによる成果は、解析数論の石となった。カールフリードリヒガウス、正十七角形の作図有限アーベル群は、ガロは理論において、特別な役割を持つ。アーベル・ルフィニの定理の帰結として、果敢なガロワ群を持つ、多項式は、 ベキネによって解ける。そのような多項式の分解体は、アーベル拡大、つまり拡大のガロア軍が、アーベルである。この結果は、アーベル拡大と、そのガロア軍に注目するものである。これは19世紀の数学者たちが、クロネッカー・ベイバーの定理の証明に熱心であった、理由である。ガロアやクロネッカーとベイバーの発見よりもずっと以前に、ガウスは特定の場合、 正十七角形の定規とコンパスを用いた作図を求めるための指数十七の塩分方程式を扱ったが、この多公式のガロワ軍がアーベルであることはこの方法の本質的な要素であった。任意の有限体系に対し、その下方軍は素数位数の巡回軍のべきであり、上方軍は巡回軍である。CD にはリード・ソロモン符号が用いられている二十世紀には、 情報理論の起こりとともに有限アーベル群は特に重要となった。暗号理論と誤り定性符号の両方に用いられる。暗号理論において多くのアルゴリズムの基礎として巡回群が用いられる。合同算術により、例えばフェルマーの判定法やミラー・ラビンの判定法のような素数判定が可能となる。有限アーベル群の利用はそれだけにとどまらない。 一つの本質的な構造として有限ベクトル空間、すなわち有限大上の有限人間ベクトル空間は、有限ガーベル群に対応するものであり、これによりある種の調和解析が定義できるようになる。係数体が2元からなるとき、その上のベクトル空間で定義される複素数値関数は、ブール関数であり、フーリエ変換は、ウォルシュ変換になる。暗号理論は、 例えば、痴漢テーブルの研究などに対して、プール関数及びオルシュ変換を後半に用いさせる。誤り訂正符号の理論、特に線形符号も、また例外ではない。これには、例えば、マクウィリアムの高等式を通じた、相対符号の解析に関し、任意の有限ベクトル空間上の調和解析が、用いられる。コンパクトディスクに用いられる。 リードソロモン型の符号は、256弦体上の、ベクトル空間を利用する。ニールス・ヘンリク・アベル、メモアール・シュールレ・イキジアンス・ワルジブラ・ケイズ、ウリットル、オンディ・モンタエル、インペッサ・ビレット・デ・ラレザ・ルーシャン・デール、イキジアン・ゲネロル・ジュ・サン・キエム・デ・グレイ、1824、ガロア、エヴァリスト、メモアール・シュールレ・コンディションズ・デ・リザ・リア・ビリット・デ、イキジアンス・パール・ラディコ、 ジャーナルでマシマティックスプユアーズアプラケイズテクストマンザクリーで1830クローネッカーレオポルドオーセノンダーセツンアイネガーエイゲンシャフティンデアクラスセンザルアイディラーコンレクサートソロンアコダミロワイアルデサイエンシズデプルース881889ハインリヒウェーバーレイブクデアールジェブラブラウンシュバイク1896クローネッカーレオポルド メモアールシュールレファクターズ・イリダクタブルズ・デール、エクスプレッション・ XN1、ジェーマス・プユーアーズ・アップル、119、177から192、ウェーバー、ハインディヒ、テオリー・デア・アベル、スケン・ゾル・コーパー、アクタ・マセマティカ・エトイナイン、ヒルベルト、デビット、エイン・ロヤ・ビワイス・デ・クローネッカー、スケン・フンドメンタル・サテス・ーバー・アーベル、シー・ゾル・コーパー、ナキア、デアケー・デアケイ、ジャス、デア・ウィス、 ズゲティンゲン、フラベニアス、スティコルバーガー、ユーバーグルッペンフォンバートーシュバロンエリメントン、JLAN ンク、マ、e、ス、217から262、26 2, https コロンスラッシュスラッシュ eudml.org スラッシュドックスラッシュ148395、スイート LLL688 でルイース、ジーン、ジャックリスラー及びパスカルボアイエ、アルジブルポアラライセンスん、グラップス、アーノ、 コープス、ダノ 2006P45 ありがとうございます。